ごきげんよう、ガラクタやオルドです。というわけで本日発売のドラゴニックナイトワンダーライドブック無事買いました。とりあえず雑談配信と並行して今回は録画を進めていきたいと思いますね。やばいよね。なんかこれさ、パッと持った時に割とやべえなっていう。これで2500円ぐらいだから、ヤマダ電機2500円で、他だと3080円かな、販売価格が。ヤマダ電機って安いなっていう。普通に考えたら定価の500円引きか。ヤマダ電機安くてくさ。あ、まあ多分キングライオン大戦記も同じぐらいの価格だから、ヤマダ電機で買おうかなっていう。多分ね、今回のポイントで200数十円分ポイント貯まって、で以前買ったカリバードライバーとジャオドラゴンのやつでもそこそこポイント貯まってるから、次は2000円ぐらいで買えるんじゃねえかな、キングライオン。まあポイントを使えばの話で、まあ使わないに越したことはないんだろうけど、すげえすげえ。なんかパッと持った感じさ、ジャオドラゴン超えてね、なんかサイズ感。まあ価格がジャオドラゴンの 1.5 倍ぐらいするから、確かジャオドラゴンが2000円ちょい、2500円だっけ。価格的にこっちの方が圧倒的に上なんだよね。いや、いいね、やっぱ。こうか。ドラゴニックナイト。ドラゴニックナイト。やっぱ音すごいな、これ。ドラマチックバトル、すげえな言ってること。これつまりとすなわちが仕事してないんだけど、大丈夫？多分今回もね、聖剣じゃなくてワンダーライドブックから変身を流れるやつだ、多分ね。じゃあベルトにセットしていきたいと思います。すげえ。結構変身音すげえな。そしてドラゴニック必殺ドクター、ドラゴニック必殺ギリさあ、すげえな。あとなんだっけ、これ書いてあんの。抜刀して必殺技、ライダーキック必殺技、抜刀して必殺技で、ページを3回押し込んでドラゴン召喚か。
長いな。やっぱ、これで中間フォームでしょう。やばいよな、これ、多分。で、上から見た時が、こんな感じで、なんかバネが入ってんだよね、中に。中にバネが入ってるっていう時点で結構すげえなっていう。で、結構、多分ね、これ本体から音鳴ってるんだ。多分、俺の想像通りなら、あれがいけると思う。抜刀してないんだよな、これ。まあこんな感じにカリバードライバーでいけるんよ。カリバードライバーでいけるっていうことは、カリバードライバーを改造して、クローズドラゴンに、これ、このバックル部分とクローズドラゴン組み合わせれば、原理上は、ビルドドライバーにさせるわけ。オトハさんやりそうじゃない？オトハさんさ、この辺のこと考えつきそうだなっていう。俺は絶対やらないと思うけど。現状ね、さすがにカリバードライバーが高いから、7、8000円払ってまで、一応、スパークリング缶とクローズドラゴンはあるにしても、さすがにリスクが高いなって、高いし、多分ね、最悪こんなことやるぐらいなら、クローズドラゴン転売した方がいいんだよね。だから、おとはさん、待ってますとは言いたいけど、どうせ見てないんだろうなっていう。おとはさんがやってくれたらなーっていうのはあるんだよね、願望として見たいなっていう。まあでもこれ一個で変身音鳴るのでかくない？これ一個で変身音鳴るのでかいっしょ。半端ないっしょこれ。やっぱ普通にやっぱこれ一個で変身音になるワンダーライドブック有能だなっていう、ね、というわけで今回はこれドラゴニックナイトワンダーライドブックを買ったっていう動画を作りました。とりあえず配信の方はもうちょい雑談を続けようかなと思いますけど、人が来なかったらやめようかな。
というわけでご視聴ありがとうございました。うちのチャンネルではこの他にもちょくちょく仮面ライダーのおもちゃとかを買ったり、あとたまにごくたまに、まあだいたい1週間に1回あるかないかぐらいなんですけど、夜に雑談配信をしていたりするんで、もしよければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。